はい。取りだめがなくなったエテポンゲです。よろしくお願いしますついにね、ついに取りだめがなくなっちゃいました。はい、昨日アップロードした、パート53、うん、で、取りだめは終わっちゃったと。なのでね、今日は一日ドラゴンクエスト8を実況プレイしていこうと思います。はい。んでね、コメントで、キングオークはザオラルナと。確か相手、ホイミがなんとかとか言ってたよね。で、あと、ヘアバンドとウサギの尻尾で、ウサ耳バンド作れますよ、確か、というコメント。結構ね、その、錬金系のコメントだとか、その、どのモンスターが何を落とすか的なコメントをね、結構いっぱいもらったんだけど、もう全部メモしとけばよかったなと。はい、忘れました。なのでね、ちょっと時間ある時に一回見直そうかな。うん、コメントだけでも。ちょっとパート振り返りながら、コメントを見直して、そのヒントくれてるね、コメントを、うん、メモしよう。うん、覚えてるのがね、そのシャイニングが、ブーメラン落とすよって言ってたのが、うん、印象的だった。それだけは、何としても手に入れたい。なぜならまだ主人公へでは初期武器だからですね。はい。ここまで来てさ、兵士の剣装備しているやつおる？そんなやつおる？革の帽子かぶってるやつおる？まあ今ね、とりあえずこんな感じですね。ざっと見せようか。こんな感じね。うん、やたらとね、やっぱヤンガスが優遇されているね。うん。やえて的には、ちょっと待って、最新のコメント ?53 のヘアバンドとウサギの尻尾で、ウサ耳バンド。多分、ウサギの尻尾がないよね。ないよね。はい。はい、では、続きからやっていきますね。うん。確かね、そうそう、最後、ここで終わったんですよ。うん。今ね、ベルガラックから戻ってきました。はい。4エンカウントぐらいで戻ってきました。で、次行くところなんですけど、ここから、とりあえず、道なりに進んでいって、南東だよね。南東にあるザザンビークって言ってたから、まあ道なりに右にずーっと行けばいいはずなので、とりあえずあの分かれ道のところまで行こうか。うん。そうしよう。行こう。あ、無駄話が多くて日が暮れちゃいそうだ。積極的にね、モンスターは倒していきます。何か落としてくれるかもしれないしね。うん。こいつの方が厄介そうだな。てか、痛いんだよね。そろそろ痛いんだよね、ほんと。113？ え？何今の。モロハギリか？ 113 ってなんだそれ。超強くねえか。で、最近ね、生放送のね、頻度が結構多くて、とりあえずベギラマ打っとくか。うん。そうそう。めっちゃ生放送やってるんでね。うん、よかったら、ニコ生の方にもみんな遊びに来てくださいね。まあ、言うてガンダムオンラインとか、あと、なんだ？なんか人の悪口言ったり、
そういった放送しかしてないけど、ガンダムオンラインか人の悪口言うか、なんか変な雑談するかしかしてないけど、うん、ほんと時間の無駄だから、相当暇だったら遊びに来てね。基本的に夜中やってます。お、早速レベルアップかな？おー、早速レベルアップ。はい。レベル22。うん。ザラキ。いいやないか。じゃあ、カメラ起動します。はい。よし。では本日、一発目のサイコロタイム、いきます。頼むぜ。まあ、ククールは別に、これといって、何が出てほしいってのないから、まあ、もう何でもいい、何でもいいわ。1。なんかあんま回らなくなってきたね、これ。ちょっともう一回ちょっと振っていい？十分。あ、大丈夫だ、大丈夫だ。1ね、1。ということで、剣だね。はい。うん。そよ風の騎士。かっこいい。そよ風の音源。そよ風の、そよ風の音源。そよ風の音源。音源。なんだろう、右に行ったらなんかサザンコがあるみたいだけど、今は関係ないから、ちょっとね、実はサザンビーク行く前にね、ここの上んとこ行きたいんで、そっちちょっと寄り道しまーす。ちょっと待って、満タンしよう。でね、今日ね、またね、寝てないんですよ。だから、この前みたいな、急に寝言言い出したりするかもしれないので、気をつけてください。気をつけるのは、おめえだ。いや、マジで。昨日仕事終わってね、帰ってきて、ベギーラマ。仕事終わって帰ってきて、まあ、生放送やるよね、とりあえず。とりあえず予約枠取って生放送を始めたらもう5時。もう朝5時。もう寝れないよね。で、今、今何時？ 9 時半。9時半だね。だから今日はね、ほんと夕方ぐらいまで、撮影するつもりなんだけども、ハードディスクの容量がね、あ、レベルアップいいね。ハードディスクの容量が、この前ね、ツイッターでつぶやいたんだけど、ちょっと、70GB の、なんか化け物ファイルを作り上げちゃって、それ処理しないとね、ちょっと容量が今ないんだよな。カメラ起動します。はい。よし。行くぜ。ゼシカはね、ゼシカは、お色気。だから、1、2、3、4、5、5、5。ゼシカは5。頼むよ。頼むよ。はい。はい、もう一回。今ちゃんと言ってキャッチしたから、落ちる前にキャッチしたからセーフ。もう一回。はい。3。は、杖だね。魔法研究家。杖装備、最大 MP20。そよ風のポンゲ。そよ風のポンゲ。あれ、合ってるかな、道。合ってそう、こっち。ちょっとこっちにね、行きたいところがね、一つあるんですよ。ちょっと待って、上になんかいない？あ、びっくりした、宝箱か。あー、バウムレンの、あれが。キラーパンサーが、逃げた。
これスキップできないの？スキップできんの？でね、手の記憶がね、確かだったら、ここら辺にね、スライムベホマーズンがね、いた気がするんだけど、気のせいかな。もうメタルライト。絶対武器落とすだろう。ねえねえ。ねえねえ。なんか剣くれ、剣。剣をくれ、剣。なんで、何の話してたっけな。そうそう、生放送を、だから今日、夜中やってたんですよ。で、ついにね、やっと、エテさんの念願の、おじちゃんねるのおじちゃんと、通話することに成功したという、今日は、神回でした。びっくりした。なかなかの神回だったな。だから、元音日常。元音日常にね、もしかしたら、おじちゃんねるの、おじちゃんが現れるかもしれないよ。あのおじちゃんが、ガオ日常に現れる日も近い。で、また。ゴミ収集が来ました。下？上でいいか。これ結構ね、キラーパンサーの操作が難しくて、こう、グリグリしちゃうと画面用意しちゃうよね、これあんまり。で、ここでは、入らせていただきます。急ごう。サザンピークまで急ごう。これ逃げよう。着いたね。うん。今左側にちょろっと見えたもんね。オッケー。ああ、歩いていこう。罰をしちゃうんだよな。ちょっと距離ある。まあ。この道を歩くことによってね、若干エンカウント率がね、エンカウント率がなんか下がるらしいよ。うん。この道をちゃんと歩くことによって。うん。よし、着いた。どれどれ、わしの頭の中にある傷でちょいと調べてみるから。なんと、ここはサザンピークではないか。サザンピークといえば、姫の。何？巨根？姫の巨根？巨根とか、下ネタかよ。魔法の鏡を借りるとなると、巨根の茶こそ欲しい。巨根のチャグソウじゃって。クソ下ネタじゃねえか。王様に必ず会うことになるだろう。その時はくれぐれもわしと姫がこんな姿に変えられて旅をしているなどと口にするなよ。旅の行き先を聞かれてもドルマゲスという悪党を追っているだけ、追っているとだけ答えて余計なことは言うてないぞ。やけっけでげす。はい。なんとか到着しました。棺桶二つと。とりあえず復活させてあげよう。探索したいな。ちょっとぐるっと回ってみたいな。教会は確か上だったような気がする。ようこそ、サザンビークへ。ここは、グラビウス王の治める国です。
眠くなってきたと思う。家に帰ろうか。帰れ引きこもり。ブーメランだったね。これ教会だったっけな。うさんくさいやつがいる。隠れていた茶子僧侶を見つけても何の解決にもならんか。なんだお主は。わしは今頭の痛い問題を山ほど抱えているのだ。家にいるときくらい一人にしておいてくれんか。うるせえ引きこもり。なんだあなた。どうかラクサットの息子のな息子の何関東を解いた。なんでもう漢字難しいんだって。もうなんて読むんだよこれ。なんなんこいつ。弱体化しろ。あ、隣かな教会。隣だな。とりあえず生き返らして宿取るか。あれ教会って2階じゃなかったっけ。勘違い。勘違いです。ここ結構覚えてるんだけどな。ここね確かバザーがあるんですよ。うん。そのバザーイベントがねすごく楽しかった、記憶があるんだけども、バザーには参加できないからね縛り上。残念ながらただの買い物だからけどね期間限定でなんかそこに売ってるものとかがあって、それを逃すと買えなくなるよみたいなのがねあるんですよね。うん。はい、とりあえず生き返らして、あ、どうしようかな。ククールにザオラル使わせてもいいけど、まあ生き返らせようか。ジェシカの御霊を。生き返して。エテの御霊を。